はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は羽生九段が絶好調、各棋戦で上位に進出しておりまして、藤井六冠との再戦確率が急上昇してきたという話題について取り上げていきたいと思います。皆さんもご存知のように、羽生九段は王位戦で挑戦者決定戦に進出しました。ただこれだけではなく、竜王戦、そして王座戦でも挑戦の可能性を残していると、そういった状況となっております。まず早速竜王戦から見ていきます。これもかなり挑戦に近いところまで来ておりまして、羽生九段今1組の決勝まで来ております。もし稲葉八段に勝てばあと1勝で挑戦者決定3番勝負に出られるという状況になりました。もし稲葉八段に勝った場合のトーナメント表はご覧のようになっております。ということで羽生九段はあと2つ勝てば超決進出、稲葉八段に勝って1組優勝、そしてトーナメント表1回勝って超決3番勝負進出、そして超決3番勝負ですので2つ勝てば藤井竜王に挑戦となります。つまり合計4勝で藤井竜王に挑戦できるというポジションまでいってるわけですね。もし1組優勝できていれば挑戦確率手元の計算でざっと 35% 以上となっております。非常に高い確率で藤井竜王との再戦ができるとという状況でございます。で、仮に1組準優勝だった場合はこちらですね、2回勝てば超決3番勝負に進出、まあ、最悪稲葉八段に敗れてしまった場合でも結構高い確率で、超決まではいけると、そういった格好になっております。この場合は20数%というところですね。ということで次に王位戦見ていきたいと思います。羽生九段は豊島九段や永瀬王座も参加した非常に厳しいリーグ、見事に4勝1敗で勝ち抜いて優勝となりました。最終戦の豊島戦痺れましたね。ハイライト動画も作らせていただきましたが、羽生九段が豊島九段の猛攻を打ち歩詰めで辛くもしのぎ、そして最後は仰天の角捨てで鮮やかに決めて見事に豊島九段を倒しました。本当にハブマジック健在、見事な終盤の逆転で豊島九段との3勝1敗同士の決戦を制して、これで赤組優勝となりました。羽生九段はなんと30期連続陥落なし、王位在籍期間が18期というとてつもない記録を残しておりまして、52歳にしてさらに赤組優勝、これで挑戦者決定戦に駒を進めました。超決の相手は白組を全勝で制した絶好調佐々木大地七段ですね。渡辺名人との直接対決を制して5勝0敗。2位の渡辺名人も4勝1敗という非常にハイレベルな争いを制しました。ということで今の両者のレーティングを見比べてみますと、羽生九段の期待勝率が約 58% ということで、羽生九段が挑戦する確率が約 58% というところまで来ました。まあ、ぜひ王将戦夢の7番勝負に続く王位戦、羽生九段対藤井王位の戦い見てみたいなと心から願っております。羽生九段挑戦まであと1勝です。続きまして王座戦ですね、こちらも竜王戦と同じく羽生九段あと4勝で挑戦権となります。王座戦トーナメントベスト16からとなりますので、まず初戦で久保九段に勝ち、続きに大橋七段を破った斉藤五段に勝てば準決勝、この準決勝で藤井竜王対村田六段戦の勝者と当たるということで、順当にいけばこの両者準決勝で当たるということになります。ちなみに藤井竜王の挑戦確率なんと約 50% まで来ておりまして、羽生九段の挑戦確率は約 10% でございます。もちろん藤井竜王に勝って、超決までいければさらにぐんと跳ね上がるんですが、右の山も渡辺名人とか斉藤八段とか、豊島九段とか、非常に強いメンバーがずらっと揃ってますんで、決してもし藤井竜王に勝てたとしても簡単ではありませんが、まあ永瀬王座と5番勝負、まあ仮に5番勝負戦うとしたら一番、奪取確率は高いと、まあ他のタイトルほとんど全部今藤井六冠が占めているような状況で、名人も2勝1敗とリードしておりますので、まあ今一番確率的に見てタイトルが取りやすいのはこの王座戦という形になっております。もちろん藤井竜王の八冠制覇も私心から見たいなと思っているんですが、まあ願わくば羽生王座対藤井七冠で来季、
五番勝負見てみたいななんていうふうにも思っております。果たして誰が挑戦するのか注目ですね。まあ、羽生九段一応あと4勝で、挑戦権獲得という格好になっております。ということでおさらいしていきますと、竜王戦は羽生九段あと4勝で挑戦権、そして王位戦はあと1勝で挑戦権、そして王座戦はあと4勝で挑戦権という格好になっております。果たして夢の藤井六冠対羽生九段戦が再び見られるのかどうか大きな注目ですね。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。52歳にして衰えを知らない羽生九段、今期成績5勝2敗7割1分4厘という素晴らしい成績となっております。先ほど言い忘れたかもしれないんでもう一度言っておきますと、稲葉戦の期待勝率約 60% となっております。日程はちょっとまだ決まっていないんですが、稲葉戦ですとか、その他もろもろ決まり次第速報していきたいと思います。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思った方ぜひ高評価いただけると幸いでございます。それでは失礼いたします。